はい、夢です。こんにちは、どうもどうも。またまた今日も平日の夜ラウンド来ました。今日8月6日の火曜日、平日です。8時半、2回目の王様は抽選締め切り10分前に行きました。もう時間ないので早速インパークしてですね、すぐ抽選したいと思います。行ってきます。はい、毎度おなじみの景色ですね。正面にはいいパレ見えます。いやー、土日は連続外れて、はい、昨日月曜日休んでしまいました。結構簡単に来てるように見えるけどね、やっぱり意外と距離あるのでやっぱ大変なんだよね。はい、今日は当てたい、行ってきます。はい、ちなみにですね、抽選の後には俺必ずいつもスターツアーズ乗ってます。絶対スターツアーズこの時間は5分待ちなんだよね。だからもうね、乗り放題なのでこのとこよく乗ってんですけど、やっぱね、まだまだ知らないコース出てきて楽しいですね。この時間スターツアーズ5分待ちなんでおすすめです。はい、というわけで抽選所やってまいりました。今時間は37分で、抽選締め切りまで残り3分ですね。もう3分切ってるからやってもいいんだけど、またギリギリね、滑り込みやってみようかなと思います。はい、ちょっと待ってみます。はい、1分前になったのでやってみます。はい、来ました。はい、じゃあ1分前、じゃあ1分前、お、当たってる音がするぞ。あ、外れてる人もいる。どうだろう、行きます。じゃあ行きます。外れました、終了です。はい、連続ではないんですが、このとこも3連敗ですね。3回抽選して3連敗という、ちょっともう情けない結果になってます。悔しい、悔しいけど仕方ない。はい、抽選は外れましたけど、鑑賞エリア、外野の鑑賞エリア入れました。いい感じですね。今ね、9時10分ぐらいかな。でね、あ、もうね、鑑賞エリア締め切ってますね。はい、今日はね、風がめちゃくちゃ強いので、こんな後ろでもね、かなり水降ってきそうですね。キャストがこの辺水かぶる可能性ありますって、めちゃめちゃ一生懸命スピルしてます。はい、楽しみです。はい、始まります。さっきキャストのお兄さんがですね、この辺大量に水かかる恐れがありますだったのに、別のキャストはですね、この辺大量に濡れますってもう断定してましたね。望むところです。おー、滝が始まるぞー。はい、王様2回目濡れました。抽選外れましたけど、めちゃめちゃ濡れました。やっぱ風下を狙ってきたんで、いやー、よかったよかった。めっちゃ視界も良くてですね、めっちゃ濡れて非常に良かったです。はい、ではでは。はい、王様見終わったんで帰ります。ちょっとまあ今城前で最後の動画撮った後にですね、はい、ちょっとあの勝者のことを話をしたんですけども、やっぱね、その子もね、やっぱ、最近当たらないってやっぱ言われましたね。やっぱ俺もそれ感じてて、8月入ってからね、やっぱ梅雨明けしたのと、それから夏休みも重なって、なんかね、途端になんかね、抽選率が下がった気がする。過去俺3回当たったんだけど、やっぱ3回ともね、やっぱり、寒かったり、7月だったりしてね、だからいい条件が揃ったんだなと思った。やっぱ8月になってね、もう夏休み真っ最中で、もう土曜も日曜も平日も関係なくなってきたし、かつめちゃめちゃ天気もいいんで、やっぱね、この10時過ぎの深い時間までみんなパークにいようと思ってるから、あとね、ずぶ濡れ上等って人も増えてきたしね、だからこれからどんどんね、当たらなくなってくると思われます。でもまあ頑張って、抽選は引き続き頑張っていきたいと思います。はい、ではでは、またねー。